正月2日の2日、皇居で一般参賀が行わ、天皇陛下が、我が国と世界の人々の幸、お祈りますと挨拶されました。2の東京は、快晴の穏やかな天気とな。皇居の正門には、開門前の時点で去年、2倍近い2万人余りが集まりました。こう、ため予定より15分、早く午前9時15分、角が開けられ、待っていた人たちは20、を通って宮殿の前に向かいました。皇后、両陛下は、皇太子ご夫妻など皇族、とに、午前中3回、宮殿のベランダ、立ち、訪れた人たちに笑顔で手を振って、耐えられました。今年11月、結婚し、皇室を離れる秋篠宮ご夫妻の長女の誠ね、まも最後の一般参賀に臨まれました。天、陛下は、新年おめでとう。皆さん、共に新年を祝うことを誠、喜ばし、思います。本年が少しでも多く、人にと、穏やかで心豊かな年となるよう、て言っつ。年の初めにあたり、我が国と世界の、超、幸せを祈りますと挨拶されまった。宮内庁によりますと、天皇陛下、来年の位が決まって間もない今年の、半参賀には、午前11時半までに6万2、00人余りが訪れ、平成に入って最も多い平成6年を上回るペースだという子です。天皇ご一家は、午後も1時半ごろ、